これやな、上やな。あ、まあ、それと下は食べ物屋さんあの日曜日やってに11時12時までやってますよってね。今のところではあまり雰囲気が変わってないんやけど、今坂に着きました。新幹線で35分くらいかかりまして、めちゃくちゃ早かったんですよ。今どこ向かってるんやけどまだ分からなくて。あ、そういうのあるんだよね。え、日本でさ、時間に関わってさ、値段がこう上がるの？大体。ああ。場所によっても違う。へえ。そうだね。やっと大阪なんだ。すごいね。ちゃんと待ってるよね、ね。なん？え、歌うの？みたいな。え、こうやってできるの？誰も。フォローしたら見れる、インスタグラム。そうだね。まだ始めたばっかりですね、今。あ、今からです。今からですね。ちょっと行ってきますね、ちょっと止まるか。なるほどね。そんな感じか。だいたいそういうでかいあのステーションとかで、はい。で、アドバタイズというか、そこから有名になったり。こんな簡単ではないね、ロキこんな簡単だったらさ、僕もでっかいスピーカー持ってここでロードしようと思ってるんじゃないか。ライブライブじゃないね。もう東京からめっちゃ遠いやん、これ。歌ってんね。おお、もう人たちも集まったよ。もうでもさ、夜でめっちゃ時間あるからさ、まあ、あっちこっちな。そう。とりあえず、ここのステーションの近くに、また電車乗るの？スキップがあるから、あ、そうなんや。一回ホテル行って、はい。ラゲージ置いて、で、戻ってきて、スキップ見て、で、その後に、ちょっと大阪キャンセル行けたら行こう。多分今じゃないでしょ？いや、今できるの？今行ける。多分時間あ、今大丈夫な時間。でも、ちょっとなんか、遅くない？いいよ。大丈夫。あんまり。うん、全部回った方がいいでしょ。そうなんだよね。明日だって USJ だった。明後日京都だから、そう、時間全然ないな。ちょっと待ってみて。ちょっと皆さん旅行中で忙しそう。行きたいところがめちゃくちゃあるやん。まあでも俺もそんな、うん、道頓堀と大阪城ぐらいしか知らないから。あ、マジで。いいよいいよ、任せてね。そこだけパッて行って。いいよ、どこでも行こうよ。もう楽しいさ、どこ行ってもね。大阪城結構綺麗だと思うんだよね、夜。あ、そうだね、分からんけど、ちょっと見よう。夜の大阪城綺麗だった気がする。なあ、いいね、なんか、まあ、先大阪城行ってもいいけどね。今、うん、あ、今ホテル行って。あ、いいじゃん、荷物置いて。そう、いいね。先キャンセル行って、その後にこっちのスクリート戻ってくる。そうだね。あ、ひろき大阪今朝行ったこと悪いよね。あるある。うん、ああ、いいな。いいな。あ、そうだね。それ初めて。でもさ、僕が高いところ苦手だから、別に。僕があれ、ジェットコースターとか乗らないよ。いや、乗んないとダメだよ、明日は。いやいやいや。そんな、あれだよ。いやいやいや、違う。違う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 。いや、本当に言ってるから、マジで苦手。いや、信じ、あのね、あの、本当だよ。いや、本当言ってるから。子供向けない、そんなにあれじゃない。あの、インドみたいに危ないやつじゃない。それわかるけど、高い、なんか、まあ、なんか、あ、へぇ。あの、一旦もう入ったら全部無料だから。それがわかるよ、一旦って全部もらっちゃうからさ。そう、9,000円払って。そしたらもう全部入れるから。そうだね。だから入らないと損。あの、乗った方が。あ、乗った方があれ、やるがいがあるみたいな。そうじゃないと、強制を払ってもお金もったいないって感じだな。そうだね。ああ、まあね。でもどっちにしろ多分明日月曜日かな。明日月曜日じゃない。あ、そうだね。あ、月曜日だね。
そうだな。基本的に例えばサレレさんでフリーケンスとか行ったら、あの並び時間がほとんどないんで。え、マジで？そう。多分ディズニーランドはそんな感じ。まだ暗くなってないね。下は食べ物屋さんあの日曜日やってに11時12時までやってますってね。うん、もうお腹大きいんですか？はい。お腹大きいんですか？うん。もう食べたの？いや食べてないです。まだちょっとついてるからちょっと今ね。でもそんなにお腹も空いてない。なんか食べ歩きぐらいの感じでいいかなって感じなんですけど。そうそうそう。まあ、でもここの近くにおすすめな店とかなんかあれば。そう、ね、確かに教えてもらいたい。そうですね、嬉しいです。それもし串カツだるまちゃん有名ですけども、串カツのだるまです。だるま通天閣の下にあるんですけどね。大阪城から通天閣って遠いですか？まあ、ちょっと遠いですね。うん、あの大阪城は東の端っこにありますけどね。あ、通天閣は南の端っこなんですよね。あ、なるほど。そういうこと。大阪城でいいですか？うわ、前やったらそれと大阪城おすすめできないと思いますわ。真っ暗けで行っても何や何やわからんけども、それは通天閣のお城の上はちょっとぐらいは電気ついてるでしょうけど、あ、今行ってもいや、僕やめときやっていうのがオチですけどね。大阪城とか通天閣はなんか多分なんか、あ、通天閣は下でなんかいろいろ食べたり。あ、そうなんですか。大阪城とかケセルとかそういうタワーで なんか遠いんですか？なんか間に何分ぐらいかかるんですか？大阪城は15分から15分ぐらいですかね。うんうんうん、通天閣は10分ぐらいですか。なるほどね。10分、15分ですね。そう、でもいいし、後で時間があったら。大阪城から通天閣行くってなったら30分ぐらいかかります。30分かかるとき20分ぐらいかかると思うんですけどね。あ、じゃあ全然大丈夫です。うん、どっちも行きます。もう本当に時間があってて、だから。ですよね。こっちもなんか初日本だからちょっと見てみたいな、どんな感じだろう、ね、彼10日前に日本来たばっかりなんです。どっちの国ですか？インドです。はい、インドです。今モディさん来てますけどね。ね、うん、一緒に。そう。一緒行ったらいいよね。広島行って挨拶しに行きますか？知らない。明日は原爆ドームとかそこの見学に行くっていうやつに。そうですよね。モデさんの近くには行かれへんと思いますけどね。おまわりさんよく行きたいよね。そうなんですね。どうせ多分見れないし。ねえ、そうだね。行ってもあれ。京都もめちゃくちゃ厳しいし。セキュリティ厳しい。厳しいし。もう名古屋あたり、今日名古屋経由で来たんですけど。そうですね。名古屋あたりからもう全部ゴミ箱使用禁止になってて、セキュリティのためって言って。うんうんうん、え、そうなの？そうそう。知らなかったそれ。JR は禁止なんやけど。阪急は全部ついてましたけどね。ああ、うん、阪急はまあ私鉄ですから。ああ、まあじゃあそういうのはすごいね。なんか広島までってどんぐらいなんですか？大阪から1時間ちょいでしょ。あ、そうなんですか。遠い、近い、新幹線で1時間、1時間ちょい、1時間10分ぐらいで行くと思いますよ。新幹線だよね。新幹線です。普通の電車。新幹線。新幹線で、いや、そら
あの普通の電車だったら3時間ぐらいかかりますよ。でもね、新幹線ね、絶対に。東急でも、それと2時間以上かかると思いますけどね、広島まで。そうですよね。新幹線はもう、のぞみやったら止まりませんよっていうね、あと、神戸止まって、あと、あ、そう、一気にできないですよね、そうしたら。え、一気に行けないよね、なんか神戸とかにちょっと泊まって、あとは広島行ったりみたいな。すごい、いろんなとこ降りたりではできないですね。ああ、もう新幹線やってるのぞみは、そう、もう広島までに1か所か2か所しか泊まれへんと、岡山まで泊まるから、うん、その辺はちょっとわからないんですけど。なるほどね。え、なんかどっちの方が行きやすいか、自分の車というか、自転車なんで、電車、新幹線の方が便利ですか？え、行きやすい、行きやすいと、早いのは電車の方が便利ですか、それとも新幹線？それは新幹線が一番早いですよ。まあ旅行とかだったら、途中でどっか泊まったり行ったり、泊まったり行ったり繰り返しで。いや、そうあんましないですよ。そうしないの、うん、なるほどね。新幹線一番だな。新幹線でバッて目的地まで行って。あ、そうなんだ。なるほどね。でも新幹線だったら東京でも2時間ですからね。確かに近いですね。あ、そうだね。意外と近いんだ、広島って。行ったことないな、俺、広島。広島も1時間ちょいよ。で、名古屋も1時間ちょいよ。同じぐらいの距離ですからね。いや、名古屋、今日50分で来ましたよ。あ、そうですか。そう、新幹線だったらどこでも行けるの。ね、すごいな。すごいね。世界、あ、え、新幹線ってさ、世界の一番速い電車ですか？いや、どうかな。一番速い。今多分中国の新幹線だった気がする。世界一。あそこはそうけど、安全はちょっと保証できないから。いっそうな。日本は安全がナンバーワン。治安ね。そう、治安じゃなくて、で、あの、事故がね。事故。あ、そうなん。50年間誰も死んでないんですよ。え、すごいね。その道路のルールも結構すごく綺麗で厳しくて、まあ、厳しいというかすごいんだけど、ね、ここすごく綺麗に走ってるんじゃない？タクシーは誰も守らないもん。まずレーンがなくて、インドは、うん、そう、こういうみたいなね、車線みたいなね、そんなに綺麗に書いてないじゃん。そう書いてあってもそんなにまっすぐ走らないし、はい、まあ、僕が知ってる限りはそうなんだけど。これぐらい広い道路だったら10車線ぐらいあるよね。そうだね、本当だね。そうだよね、はい、あとこんなにね、距離は、その車と距離もめちゃくちゃいいし、うん、すごいな、距離とか。この車とこの車の距離はこれぐらいなんだ。すごい、なんかさ、そこ不思議に思うのが不思議。不思議なんだよ。だってさ、これ見たことがないじゃん。なんかすごい、なんでこんなにスペースがあるのか質問するんだよな。インドだったらもう入っちゃうよね。こんなにスペース空けてたら。めちゃくちゃ入っちゃうよ。そう、初海外でずっと24年からインドにいて、インドしか何も見なくてさ、だから行きにくいを見るとさ、なんかなんでみたいな。初海外、初海外し、初日本で。うわ、素晴らしいね。それは面白いね。ね、もうインドでずっと日本語の勉強して、で、ずっと日本に来ることが夢で、10日前に初めてそれが叶ったみたいな感じなんですよ。で、日本語も大体分かってるんですか？そうなんですね。多分 80% ぐらいなんですけど、20% 方言とかもあるし、それがちょっと分かんないこともあるんですよ。何年勉強しましたんですか？あの、5年間ですね。5年間。俺なんか英語、中学、高校でやったけど、6年間やったけど、ABC ぐらいしか分かってない。あ、本当ですか。あの、僕はその時、大学生の1年生だったんやけど、で、日本語勉強するか何もなくて、そう、すごく時間があって、勉強。で、またなんで日本語を専攻したんですか？ああ、漢字が好きで、文化とか、あの、すごく綺麗な、日本というのを噂というか話、友達から聞かれ、なんか聞いてて、まあ、そうなんですか。中国はあれ14億も15億もあるのに、そっちが勉強しなかったんですか？中国じゃなくて日本の勉強したんだ。あ、そう。日本は1億ちょいですよ。中国は15億ですよ。それ言ったらもう日本、インド、中国超えたんで。そうなんだよね。そうですね。そうなんね。世界の、インド人とあの中国人足したら半分ぐらいになるんですよ、ね。あ、そうだね。
多分確かにね。3億が偉そうなこと言っても2億か2億なんぼでしょ。3億あるのかね。うん。日本ですか。いやアメリカ。ああアメリカそうですよね。3億とか。それ教えらんないね。でもなんかずっと前からねなんか難しい言語を勉強しようと思ってて、うん、で家の一番近い塾は日本語だったからじゃあ適当にちょっとそれ決めてもし日本語じゃなくてロシア語とかだったら多分ロシア語勉強してでももともと日本語勉強したかったんですよ。たまたま一番家から近かった塾が日本語だったからしいです。インドの人やったら大体関係の深いはロシアと違いますの。ああ、そうだね。ロシア語とか、うん。まあでも日本語がちゃんと話せるようになったら次はなんか中国勉強しようと思ってるんだけど。他にもこう勉強するんですか？そうなんですね。なんかロシア語も勉強してみたくて、でも最初は日本で仕事をして、であとはまあロシア語をちょっと頑張ってみようかな。ロシア語それよりも英語、英語はもう分かるんですか？あ英語も全然大丈夫で。インド人は基本ヒンディー語と英語はそう両方混ぜて話してるから。あ昔はからねイギリスの、ね、そう関係ありますそう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 いうの関係もありますし、うん、とかインドでももともと234言語があるから、うん、でみんなが言った言語が分かんないからまあ、英語を使う。そうそうそう、第二が第三言語で英語を使って喋ってるしみたいな、うん、僕がもともとデリなんですけど仕事でもし南インドに行くとしたらさだったらインディ語分からないじゃん、うん、その時英語で喋るしかなくて、ね、すごいね日本語インドの言葉英語もうあとロシア語で中国語をマスターしたらもう世界中どこにでも行けますね。頭がガタガタなんですけど今は。そう。そんなことはみんな覚えたら何語で頭考えるんかな。確かに夢でみんなロシア語で見たり。夢でなんか。そうだね。個人言うて言うてるかもわかりません。ネゴトで。確かに。プーチンやめてくれ。言うてるかも。わかりませんよ夢でそうだな、うん、でも今のところで夢も日本語見たことある。そうもちろんマジでそうなんだよ。すごいね。あでも日本語でそうそうそう 夢日本語でだって日本語使いすぎてそう考えもう頭の中でもずっと書いたとかも日本語だからへえ。僕はあのひらがなとかああいうのはもう大体みんなわかるんですか？うん、あいうえを書き上げて。そうですね、それ漢字、それひらがな片仮名平気なんですけど、うん、漢字だったらもう 50% ぐらいできるし、俺よりも漢字を知ってるかもしれない俺も 50% 知ってるからそういう感じは僕らほんまに1割ぐらいしか知らない。そんなことない。そうしたら僕が勝手に出てくるでしょ。そうですね携帯がもう30もう簡単な感じでも書け言われたらええー、って言って書かれへんときあるんですよね中学のテストとか漢字のテスト受けさせられたらと思います。半分も取れない気がする。そうそれはもう携帯でちょっとやったらもうすぐ漢字出てきたりね。あ、あれだ。あ、あれだ。本当だ。やっとここに着きましたね。どんな感じ？かっこいいよね。まあ一番日本でかっこいいと思うのはやっぱり姫路城。姫路城行ったことない。うん、ないの？一番まあかっこいいと思いますよね。昔のまま残ってるでしょ。あ、そうなんですね。あれは復元したもんですからね。ああ、だいたい復元されてますもんね。うん、そこから500年ぐらい前のそのまま残ってるのはあれ。姫路城。姫路城ですね。全部残ってるのは姫路城。なるほどね。それも行ってみよう。時間があったらさ。いいのか。行こうよ。大手門中で一番、うん、大きなもんやけど今も本当です、ね、こんなに閉まってる状態で
本当だ。え、門が閉まってるんですか。そこから入っていくんですけどもね、まあ、入ることはできるって感じですよね。もう そっち側です。あ、OK です。門が、はい、はい、いいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。楽しかったね、本当に話しやすかったですね。ありがとうございました。もう忘れ物がないんだよね、うん、これ自然に自然に大丈夫。あ、そうな、すごいね。サッカー場に行ってみましょう。はい。